一般質問は通告順にこれを許します。タブレット1ページ1番大西保議員。先ほど議長からも挨拶がありましたが、新型コロナ禍の中で東京オリンピック・パラリンピックが開催され、2日前の日曜日にパラリンピックの閉会式をもって終了いたしました。開催にあたっては当初中止すべきか開催すべきかと論議をされましたが、結果として多くの感動勇気を与えていただいたと思っております。米子市の入江選手が女子のボクシングで鳥取県初の金メダルに輝き、またパラリンピックでは同じく米子市の安野さんが車いす競技に出場されメダルを取ることはできなかったのですが、次のパリ大会に出場すると強く表明されました。開催にあたってはいろいろと課題がありましたが、オリンピックの終了時点の世論調査では約 65% の方が開催してよかったとの報道がありました。では一般質問に入ります。今回は木質バイオマス発電事業の進捗状況、 J クレジットの今後、そしてセンタル農場の汚水流出問題の3点について質問します。昨年、まず1点目ですが、バイオマス発電事業の進捗について伺います。昨年8月から設置周辺の3次次会に対し地元説明会を何回か開催されました。私も昨年の9月議会でバイオマス事業について一般質問をいたしました。当初の計画では本年9月から試運転および教育が始まることになっていたのですが、予定地は更地のままです。いまだ何ら工事の気配もありません。どうなっているのですか。2点目は J クレジットの販売が大変好調で大変嬉しいことですが、8月末で保有量が2100トンまで減少すると中村町長から8月臨時会で報告がありました。今後の販売について保有量が減少していきます。今後の取り組みについてお伺いいたします。次にセンタル農場の汚水流出についてであります。3月22日に県が立ち入り調査を行い、その結果原因の特定はできなかったと4月28日に報告がありました。その時県からは継続的な調査が必要として、セントラルファーム汚水対策検討会を県、町、農場、岡山大学、大学院、環境生命科学研究科で組織するとの報告がありました。当初は7月に結果報告だったが、コロナの影響で9月になると、6月議会の私の質問に対しての回答でありましたが、いつまでにまとめられるのか、それをお伺いいたします。以上3点、よろしくお願いいたします。執行部の答弁を求めます。中村町長。大西保議員のご質問にお答えします。まずバイオマス発電事業についての進捗状況についてでございますが、
この度のバイオマスの発電事業は、当初、令和3年中に運転を開始する予定で、議会でありますとか、地元に説明してまいりましたが、現在、まだ施設の工事着工には至っていない状況であります。コロナ禍の影響で、急変する木材市場の中、収益の安定化を図るため、施設の一部変更が必要となり、事業計画の見直しを行っています。事業者は関係省庁への機材変更の再申請準備や、引き続き事業実施に向けて関係機関との調整を行っており、当初の計画から1年程度遅れる見込みと聞いております。また、地元との協定に書につきましては、少し時間が開いておりましたけれども、内容的には最終段階に入っております。また、事業に必要な水につきましては、新たな井戸掘削による水源確保はできませんでしたけれども、安定供給できる体制を再検討していきたいというふうに思っております。今後も事業者と情報共有しながら、事業実施に向けて、庁として支援が必要な部分については、対応を検討してまいりたいというふうに思っております。次に2番目の J クレジットについて、今後の販売あるいは保有料等の取り組みについてというご質問でございますが、お見込みのとおり、販売量の増加によりまして、保有量が8月末で2100トンとなっています。この背景には、企業の脱炭素社会実現に向けての取り組み強化や、気候変動対策や豊かな森の保全といった SDGs の目標達成に向けた理念の浸透があります。また、地元の金融機関の積極的なコーディネートのおかげによりまして、業種を問わず契約が増加しております。平成25年度から販売開始して8年目を迎え、近年は右肩上がりに件数、販売量が増えてまいりました。当初、認証を受けたクレジットも3分の1となりつつある中ではありますけれども、今後も引き続きこの時代の潮流に乗り、地域金融機関等と連携しながら、この取り組みを加速させてまいります。また、J クレジットの保有量につきましては、庁内にクレジットを保有する企業もありますので、そちらと連携や新たな認証取得の可能性を模索することも含め、検討してまいります。森林の町として、この豊かな森林資源を有効かつ効果的に利用すべく検討してまいりたいというふうに思っております。最後に、セントラル農場の環境問題について、濁り泡等の原因特定についてのご質問でございますが、これまでは濁りや泡を発見し、水質検査を行っても、検査項目に異常な値を示すことが少ないことから、原因の特定に立っておりません。そこで、養豚の放流水の調査実績があります、岡山大学の大学院の環境生命科学研究科に、県が依頼し、原因究明の調査を開始しました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大で、岡山県全域がまん延防止等重点措置から、現在は緊急事態措置となっており、県をまたぐ往来が難しい状況のため、現地調査が進んでいないのが実情でございます。また、専門的な見地からの調査を実施するためにも、しっかりしたデータが必要で、農場におきましては、使用薬品の量など、日々のデータ管理を蓄積することが重要となり、現在、進行中でございます。濁りや泡の特定、原因特定の時期は未定ですが、県外からの往来が可能になり、現地調査を再開できる状況になった際、速やかに分析調査に着手できるように、県、大学、農場と連携を密にして準備をしているところでございます。以上、大西保議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。再質問がありますか。
1番、大西保議員。はい、今の3点の質問に対して答弁いただきましてありがとうございました。私のですね、ちょっと考えで順番をですね、最初にセンタル農場につきましてお伺いしたいと思います。まあ、先ほど町長の方からデータの蓄積という発言ございました。センタルのですね、汚水対策検討会は今まで何回開催されたんでしょうか。中村町長。具体的な数字は、今頭にありませんけれども、かなりの回数ということはもちろん承知しております。浅田課長答える？いい、はい、1番、大西保議員。いや、町長、そこが一番大事なんですよ。県もですね、岡山大学に参画してください、最終結論出すのに。その対策会議が何回開いたことは町長に報告言ってないんですか。でなかったら担当課長でも答えてください。中村町長。すみません、ちょっと今私の勘違いでありまして、地元の皆さんとの合同の会議ということで、ちょっと先ほど申し上げた内容はそういう内容でありまして、回数が不透明という話は聞いておりますが、県とか さっきの新しく作った大学とか県との合同の会議というところにつきましては、8月に1回は開催しておられるということには承知しております。失礼しました。1番、大西保議員。はい、4月の28日か報告会があったんですが、その時から8月まで開いてなかったということですか。浅田住民課長。はい、大学を交えての、一番最初の、その検討会につきましても、大学を交えての会はウェブで開催いたしました。で、その後、大学とはやり取りはできておりませんけれども、農場とそれから県、それから町とではですね、打ち合わせはやっておりますので、それも含めると、もう少し回数は増えると思いますけれども、その辺は密にして会議の方はやらせていただいております。1番、大西保議員。はい、私は一番大事なことを今言っておるんですよ。3月22日に県が入って特定できなかったと。そのために県が岡山大学に最終の報告して、まとめて、どこがまとめるか知りませんが、それを言っておるのに、いつやった、何回やった、議事録は残っておるんでしょうか。浅田住民課長。はい、それぞれの担当の備忘録としては、残っておると思いますけれども、議事録という形では、町としては残しておりませんけれども、鳥取県などはきちんとその上司への報告等の書類等も、作成されておりましたので、そういったものはあると思います。1番、大西保議員。はい、私は一番大事なところであると思います。県が作ってます。我々は備忘録です。備忘録とはメモですね。なぜ今重要なところ認識が全然違うんじゃないですか。今ウェブ会議と言われるウェブ会議も何回されましたか。いつ。はい、浅田住民課長。8月の26日に8月の26日に、やっておりますね。すいません、ちょっとお待ちください。
大西議員、この日にちの回答をいただけなければ、次の質問は続けられませんか。はい、はい、ではちょっと休憩といたします。10時まで休憩といたします。休憩前に引き続き会議を再開します。中村町長。はい、先ほどのご質問の件につきましては住民課長の方から答弁させます。浅田住民課長。はい、対策検討会につきましては、1回目をリモートで4月の23日に行っております。その後ですね、実際に、岡山大学からの先生に来ていただくという、打ち合わせをするためにですね、県庁それから農場と、7月の15日に、もう1回やっておりますので、今のところ、対策検討会としては、2回ということでございます。そのうちの1回目につきましてはですね、こういったデータが欲しいとかこういったデータを集めて欲しい、そういったようなことの、打ち合わせ等も、行っております。以上です。1番、大西保議員。はい、先ほどの答弁では、8月26日に開催されたということで、その時は岡山大学入ってないんですか。浅田住民課長。はい、そちらの方には入っていただいておりません。はい、1番、大西保議員。はい、8月26日ですね、会議はどこどこ岡山大学以外が集まってされたんですか。浅田住民課長。はい、その通りです。1番、大西保議員。はい、じゃあ8月26日に3社だったんですが、一番重要な課題でどのような話をされたんですか。坂本農林課長。はい、8月26日には県、農場長と集まって、打ち合わせをしております。8月3日にですね、下流域のところで、鯉が死ぬということがありまして、そういった案件や、水質の関係で、pH の方が低い数値が出たということがありまして、8月26日は3社が寄って話をしております。はい、1番、大西保議員。はい、いや、そこでどのような、これは下流、下流域で鯉が死んだ pH ということですけれども、そこの中の会議の中で具体的にこれからどうしようとか、どのような話をされたのが重要なんで、どのような話をされたんですか。坂本農林課長。はい、その会では鯉が死んだというところがありましたので、その前日に水を、その前の日のあたりで、水の採水もしていたということもありまして、その採水の結果等がありましたので、そのことについても話をしてですね、農場の方に異常がなかったかどうかということを確認したり、ということをしました。で、やはりこういった変わった鯉が死んだということがその農場に由来するものかどうかということはその場で特定することはできませんでしたけれども、特に農場としましてはその時に異常はなかったと、管理上異常はなかったというふうに言っておられましたので、それが原因が農場ということは掴むことはできておりません。で、岡山大学の先生の方に今後調査をするにあたってですね、やはりいろんな情報が必要になってくるということで、従来、ようやくつけ出した薬剤の使用量だったりとか諸々のことについてですね、再度
確認をして、必要なものを今後もデータを収集してですね、先生の方に送っていくというような確認をいたしました。はい、1番、大西保議員。今、課長からたくさんのことを言われたんで、まずですね、まあ、現象からいきますと、これ、生けすの鯉、半分死んだんですね。あくる日死んで14匹で、これ13匹です。大きさはですね、50センチぐらいあるわけですよ。ずっと飼われていて、それが8月4日に死んで、朝6時半に私の家に電話入りましたよ。そして、前日、どうも昼ごろ泡が立ってたよというのを上の方、農場の上の方がそういうこと言われたわけです。田んぼの上の方がね。それで今、まあ、もういろいろ言われたんですけども、農場に確認したら、何にも農場としては変わったことないということなんですね。もう一度確認します。はい、坂本農林課長。はい、農場の管理上ではですね、特別、トラブルということはなかったというふうに聞いております。1番、大西保議員。はい、8月26日の会議の議事録の中で、もし議事録があればですよ、チェックシートの項目にいろいろ変化があったんじゃないですか。そこが一番ポイントなんですよ。農場は何もないと言われますが、チェックシートは見ておられますか。坂本農林課長。はい、チェックシートの方はですね、農場の方からいただいておりませんけれども、農場長の方からですね、管理をしている中でですね、トラブルと変化ということは特別なかったというふうに聞いております。1番、大西保議員。はい、農場長のですね、言葉だけで長は判断するんですか。チェックシートは会議の時、26日の会議には何にも話なかったんですか。どうですか。はい、坂本農林課長。はい、チェックシートの提出というものは求めておりませんでしたので、管理上つけておられるチェックシートについては、県の方にまた後で提出をしていただくようにというような話はありました。1番、大西保議員。はい、ものすごく今、重要なこと言ったんですよ。8月26日以前のチェックシートと、8月26日以降のチェックシート、両方見られましたか。坂本農林課長。はい、見ておりません。はい、1番、大西保議員。おかしいですね。県はそれをしてるんですよ。県は指摘してるんですよ。このチェックシートでやりなさいということ。追加項目もそこでペーハー入ったんですよ。なぜペーハーが入ったんですか、その時から。8月26日から。8月26日、議録に入ってないんですか。記憶にもないんですか。備忘録にもないんですか。チェックシート見られましたか。長は何をしてるんですか。坂本農林課長。はい、チェックシートの方は見ておりませんけれども、ペーハーについてはですね、うちの検査機関といいますか、うちの方も採水した際には、ペーハーの方、その機関の方で測定をしてもらっておりますけれども、ペーハーについては機械を購入して、自前で、測ることができるのでということで、県の方から農場も町の方もですね、そういった機械を導入して、測ってほしいというような話がありました。1番、大西保議員。はい、それはもう3月の22日、そして4月の時にも聞いております、ペーハー計、なぜ悪かったかご存知ですか。ペーハーで管理されてない、数値が下がりすぎてるから、正しくペーハー計を使ってないから購入しなさいという指示が出てるんですよ。で、6月にもですね、ペーハー計のところが管理されてないんでということで、それでチェックシート、一番大事なチェックシートは、なぜ町は知らないんですか。県は知ってますよ。以前のチェックシートと8月26日に追加した項目、ちょっと県に問い合わせてください。これものすごい重要なところですから。今の質問は、その資料を県に問い合わせしなさいというのが質問の趣旨ですか。そうです。
いや、あ、議長。はい、1番、大西保議員。時間かかるから私が言います。県に私行ってきたんですよ。ほんまにおかしいですね。これね、チェック書全部もらったんですよ、私。項目も全部調べました。何が8月26日に追加になったか。ペーハーも入ってます。罰規則1、2、3も入ってます。安納宮地層も追加されてるんですよ。日々つけなさいと。これ8月26日に農場長持ったんでしょ。どうなんですか。確認します。坂本農林課長。はい。すいません、ちょっと私と認識が、そのチェックシートといいますか、県の方からその当日もらった資料としましては、がございます。農場と県の方で直接やり取りをされてですね、流れ先生と追加で項目のあったもの等を含めてですね、必要なデータを収集するために、シートが変わっているということは聞いております。はい、1番、大西保議員。町はどういう立場なんですか。もう県に電話お任せなんですか。もう県が全部どうぞ、県が全部指示してください。もう町は関係ないんですよ。どうですか、町長。中村町長。はい、基本的にはですね、一体的な考え方だというふうに思っていますので、まあ、基本的には今までもそうですし、県と連携しながらというところで、多少専門性が高いというの内容もありますので、若干県に頼る傾向というのはもちろんあるというふうに思っておりますが、出た結果につきましての考え方っていうのは同等だろうというふうに思ってますので、ですから、まあ、よりちょっと具体的なところの数字は理解しておりませんけれども、連携という形の中で進めていくべきだというふうに認識しておりますので、まあ、そういった形でこれからも進めていきたいというふうに思っています。1番、大西保議員。はい、私がですね、県に行ってですね、いろいろ説明というか私勉強しに行ったんですよ。そうするとですね、県はいろいろ教えてくれました。初めてです、ここまで行ってくれたの。ちょうど8月26日から新たなチェックシートを1週間単位に提出しなさいと、県に。これは町に提出せず、県ですね、町関係ないんですね。で、今担当課長さんはやられたけど、知らないということ、これ本当にチェックシート知らないんですか。どうなんですか。見たことないんですか。26日に。坂本農林課長。はい、チェックシートにつきましては当日もらっております。これがチェックシートとしてですね、私が認識をしてなくて記録表というふうにの一覧というふうに思っておりましたので、議員のおっしゃられるですね、チェックシートというものが今お手持ちのものということであればですね、その資料につきましては当日いただいておりまして、今後農場の方から県の方に1週間ごとで送るというような話を会の中でしております。1番、大西保議員。はい、そこでですね、初めてですね、26日にそういう話があった、まあ、チェックシート、手順書、調査票、いろんな表現がありますが、一般的に手順書言ったりチェックシート言うんですが、それなんですよ。それを全くつけてなかったということでしょ。それでなおかつ6月に話してもつけてなかったことですよ。この元の一番最初の日付は11月3日ですよ。全く白紙です。そして3月立ち入りもない、6月もない。これでね、今言われました pH4.0 とは、まあ、理科の勉強じゃないですけども、どういう認識ですか。町長 4.0 を聞いてどう思われましたか。中村町長。一般的な基準違いというふうに理解しております。1番、大西保議員。これは何法に抵触するんですか。中村町長。水質汚濁の関係の法律だというふうに認識しております。1番、大西保議員。水質汚濁防止法ですね。ではセントラルの排水基準、国の基準そのままですが、いくらですか。中村町長。
はい、PH で申し上げますと、5.8 から 8.6 というふうに認識しております。1番、大西保議員。はい、下限値が 5.8 です。4.0 になればどうなりますか、罰則は。中村町長。基準値以外という話です、でありますので、ちょっと罰則までは分かりませんけれども、いずれにしてもいい状態ではないということは明らかであります。1番、大西保議員。はい、法律を守るのはどこでしょう、法律を監視するのはどこでしょうか、どの部署ですか。はい、中村町長。管轄につきましては、県の方だというふうに認識しております。1番、大西保議員。 4.0 について県に対して報告されましたか。中村町長。はい、この検査結果につきましては、県と一緒の、県と情報を共有しているつもりであります。はい、1番、大西保議員。いや、だから罰則はという質問をしたんですが、罰則はどのような罰則があるんですか。ご存知ないですか。はい、中村町長。県とは情報を共有しておりますし、確かにその採水したところについての炎点のところはそういう数字であるというふうに思っておりますが、下流域でありますと、から取った採水検査という話になると、基準値だったということが実態であります。1番、大西保議員。はい、法律は中の放流水、農場から出るところの問題ですよ。農場の水田の入り口ではないですよ。もうややこしく言います、もう逮捕なんですよ。現行犯逮捕です。ただ、検査結果は、町の検査結果では逮捕できないんですよ。県が立ち入って、その数量を取って、それで 4.0 が分かれば逮捕なんですよ。それで改善命令ですよ。最悪は何もしなかった場合は、操業停止ですよ。これが法律なんですよ。そこまで重要ですよ。4.0 とはどのようなPH の数字だと思われますか。はい、中村町長。はい、議長。ちょっとその辺についての具体的な状況については、私自身は把握しておりませんが、先ほども同じような回答になっても申し訳ありませんが、異常であるという、基準値がでありますので、異常な状態だという認識はしております。1番、大西保議員。はい、参考にPH4 であるとですね、ビールです。ビールは pH4.5 です。ワインが3、コーラ、レモン、酢、これは pH2 です。で、醤油は5です。で、今言いました、4.5 から6.0 が強酸なんです。いや、弱酸。4.0 が強酸に入ってくるんですよ。錆びるんです、いろんなものが。で、鯉とか、船とか、このままでは死んでしまうんですよ。ただ出口が 4.0 の場合、放流して何ぼ薄まるんですか。中村町長。はい、ちょっとそこまでの専門的なところは知識は持ち合わせておりません。はい、1番、大西保議員。町長、以前ですね、排水基準で、20から30と覚えておられますね。そして農場では水田の入り口2から3、要するに10倍薄まるであろうというのは想定なんですよ。これは10倍です。pH が4から5に薄まるには何倍なんでしょうか。中村町長。はい、今、頭の中では分かりませんけれども、ということだというふうに思っておりますが、希釈のあり方というのはおっしゃる通りだというふうに思っています。
1番、大西保議員。はい、協定書を作成するときに10倍ということでしたんで、入り口から水田のところまで。実は4から5、要するにペーハーを1上げる下げる場合は、1の対して100倍の希釈なんですよ。単純計算しますと、放流水が4であったら 4.1 しかないんですよ。それが池まで行ってるんです。あそこは池直通ですから。それが前日の午前中なんですよ、採水されたのは。これは何かの要因、因果関係が結びつくんではないかと思うんですが、鯉の死に対して町はどのような水田、鯉の所有者に対してどのような回答されましたか。はい、中村町長。はい、報告書によりますけれども、まあ、いずれにしてもそういう事例が発生したということで、職員の方もですね、現地に上がって、まあ、所有者の皆さんとの協議をさせていただいているという報告を受けております。まあ、具体的に言いますと、8月の19日の時に、その鯉が死んだということの説明を、まあ、所有者の皆さん、所有者の方にですね、訪問して説明をさせていただいているというふうに、報告を受けております。まあ、その、考え方についてでありますが、有害物質による、まあ、死のケースだとか、疫病的な死の関係、あるいは溶存酸素欠乏というような形の中の側面で、まあ、検討されたしてきたということであります。ですから、まあ、そこはそういう死のあり方についての一般的な捉え方の考え方というか、例えばの話ですが、有害物質の場合という話になると、まあ、即死ぬ、即死ですね、あるいは短時間での閉死が一般的、まあ、そんなことをですね、説明させていただいて、まあ、今回の事例ということでありますけれども、先ほどのお話もありましたけど、前日からの考え方もあるというふうには理解をしているということで、まあ、どう言いましょうか、最終的にはですね、こういうヘルペスとかそういうことではなくて、どう言いましょうか、酸素欠乏って言いましょうか、そういうところが体制ではないかなということでの報告をしたということは受けております。以上です。1番、大西保議員。はい、もうなんと軽い答弁でしょう。酸素欠乏、庄山にも声が3つぐらいありますけども、こういうヘルプスという話は最初ありましたけども、こういうヘルスなれば、もしこういうヘルスが発生すればどうするんですか、町は。こういうヘルスだったら。はい、坂本農林課長。はい、まあ、コイヘルペスということであればですね、まず、まあ、県の方に一報しましてですね、県と一緒に対応することにこれもなるんですけども、最終的にはそこの、コイすべて、そこの、まあ、流域の、まあ、水ですね、池の水はもう出さないようにしまして、水をシャットアウトして、しまうということになります。まあ、それがそのまま日野川の方に直接放流、何も影響なくされるということであればですね、日野川の方はすでに、まあ、そういったコイヘルペスの流域になっているということでですね、そこに出す分についてはそのまま流すということもあるようですけれども、基本的には被害が拡大しないように下流域にまず水を出さないということを考えます。でまあ、実際、コイヘルペスかどうかということで、検査をしないとわからないというところがありますので、県の検査機関の方に送って、指示を仰ぐというような格好になるかと思います。1番、大西保議員。はい、まあ、言えばコイヘルペスではなかった酸欠の状態は分かりますが、あそこ、川、水がとろとろと流れてるんですよ、それで酸欠になるんですか。水が完全に止まれば、何時間か経てば、酸欠になるというのは酸素欠乏です。これ想定ですよ。ただ言いたいのは、pH が 4.0 で下流域まで、ね、10倍しか薄まない、 4.1 か分かりませんよ。で、あくまでこれサンプリングですからね。で、一番大事なのは、
ここで農場が何にも問題なかったですよと、3日の日に、そこが問題なんですよ。ちょっともう時間の関係もあるので、私もいろいろ過去の資料も調べ直しました。そうしたときに、1月26日にこれ、議会かどこか、セントラルファーム農場のですね、オルガノさんのチェックリスト、チェックフローズをいただいたんです。ね、それでおそらく町長は12月24日にこの説明を聞かれたか、1月に我々はいただいたんですが、この中にペーハを書いてあるんですよ。で、実は、8月26日に県が農場にヒアリングすれば、薬品の管理はなってなかったんですよ。要するにペーハが、これヒアリングですよ、私立ち会ってませんから、聞いてる、私、農場の中いっぱい入ってませんから、わからないんです。ここに書いてあるね、オルガノさんのチェックシート、全部見きました。この場合、なんぼする、なんぼする。この通りやったら、管理はできるんですかと。ペーハが4なんか出ないんですかと、まずこれをお聞きします。中村町長。はい、議長。一般的に捉えていけば、適量の、どう言いましょうか、投入って言いましょうか、まあ、そういう状態であれば、想定内の話だろうというふうには、まあ、それが数値的には今、出てきておりますので、それ以外のところが、基準値以外のところが数字が出てきたって話になると、疑わしきはあるかもしれませんけれども、それへんがなかなか現場と、現場の状況とが一致してないというのは、現状かなというふうには思っております。ですから、どう言いましょうか、なんだっけ、オルガノさんは、オルガノさんは、オルガノさんだが。そういったところと、オルガノさんと再確認はする必要があるかなというふうには思っておりますが、基本的には基準値になるはずの計画でありますので、それが適正に行われてなかったのかもしれませんし、そこは、これから検証する必要性があるのかなというふうには感じております。1番、大西保議員。私も長々言ってもいけないんで。結論から言いますと、実際に浄化槽を稼働されている方が、それを理解されていないのが結論です。要するに、オルガノさんは一般の農場のようにあちこちで指導されています。そこも同じような感じで農場に対して指摘されたと思います。このいろんな罰起槽からずっとあるんですよ。これも全部フローズがあります。これ僕も昨日全部チェックしました。ここにペーハー数値も書いてあるんです。6から8の場合、こうこうこうと、量まで書いてあるんですよ。それが守られてなかったと、チェックシートにも書かれなかった、これにも書いてなかったんで、8月26日に県が優しく全部追加されたんですよ。5つも追加されたんですよ、今までのチェックシートに。これが答えなんです、これをデータの蓄積なんです。今、町長答弁で、なんと答えられました？データの蓄積し、条件が整った上で、速やかに調査を分析で、調査もできないでしょう、もっと詳しい調査を。どうなんですか、本当に真剣にやる気あるんですか。先ほども議事録も、県が作ってるような備忘録程度で、ちょっと一番ポイントのところ言いますが、本当にですね、住民のために、町民のために、本当に何がどうかという、視点で物事を考えれば、もっと深く入れるんじゃないですか。町長、そういった指示していただけませんか、強く。中村町長。
基本的にはですね、専門的な分野っていうのは、ちょうど庁としては持ち合わせておりませんので、ですから、県にお願いするっていう流れだろう、組織的な動きとすればそういうことだろうと思います。大事なのは、おっしゃられるように、そういった情報をですね、やっぱり県も庁も、それを現場にどう生かしていくかということが大事でありますので、それについては今後もそういう形で、進めていきたいというふうに思っております。1番、大西保議員。今まで県の指示、立ち入り調査、結果報告、これ、4月と6月でいただいてる、これ、全部ペーハー書いてありますよ。はっきりここに書いてあります。処理水のペーハーが低く、業種沈殿が十分に行われてない可能性がある。排出水が発濁したり、泡立ちしているが生じている。排水や剥奪や泡立ち等が生じないよう、汚水処理工程を見直すこと、そして指示は、汚水処理工程の見直しとして、以前まで使用していなかった抜気層、高気層を使用するように、現在は清掃中、8月ぐらいから開始できる見込み、そして汚水処理工程の適切な管理を行うこと。オルガノと協議し、定期的に勉強会などを行っていただきたい。従業員の育成を行っていく。答え書いてあるんですよ。で、私は言いたいのは、もう岡山大学に来ていただくことなくてもいいんじゃないかと思います。なぜか。私は県の、部署まで行ったらもうですけども、実際言います。いろいろ教えていただいたんです。鳥取県中小家畜試験場にある方を通じて行ってまいりました。上長と、そして浄化槽の専門家の方が行ってまいりました。それで状況説明しましたら、pH の 4.0 となれば、一ついい提案を町にしたいと思うんですが、放流水、ある議員も言いました、今まで我々は窒素、窒素、窒素と言ってましたけれども、pH をですね、連続的に24時間、2週間、連続的に30分から1時間ごとに自動測定する装置があったんです。金額は50万円です。それをですね、無償で貸してあげるまでいただきました。で、もうそこの、あくまで町が乗る気でなかったらだめですよ。そして、これも何を使うかというと、放流水のとこに、極端なことを言います。バケツにそれをつけとくんです。こういったものです。これぐらい大きさです。中に SD カードが入っとるんです。そして全部記録されるんです。そして2週間後出してきて、パソコンに行くとグラフが出るんです。そうすれば、pH がこう出るんです。そして、念を押されたのは、それは測定だけなんで、実際に農場を良くしようと、農場の排水を良くしようと思えば、実際に抜気槽であるとか、いろんな工程があります。そこのpHもきちっと測っていただいて、何時に何を入れた、何時の測定は何ぼかという、こういうデータをきちっと、1時間ぐらいのタイムラグがあるかも分かりませんが、ここまでやらないと、何にもならないんですが、今、ちょっと僕が口頭で説明しましたけども、例えば、本当にまだ本当は窒素とか、いろんな SS やら色ありますけども、pHだけに限って、そういった、今、私が説明してましたけれども、町長は本当にこれを一つの解決策として、私に言いましたが、検討してみようかなという思いはありますか。中村町長。先ほどの説明の中でイメージはつきましたけれども、ですから、県と、情報を仕入れられたって話が、基本になっているようでありますので。町としてもですね、当然、従来通り県との連携の中で動いてきておりますので、そういった形を再検討させていただいて、前向きに考えたいというふうに思っています。1番、大西保議員。だからね、岡山大学はもういいんじゃないですか。私自身思っているのは、ここの中小家畜試験場のプロ、それで県のプロ、十分鳥取県のですね、県庁さんの能力で十分だと思うんですよ。
わざわざ岡山大学が来てもらうんで、今のように会合も一回しかやってね。そしてこのオルガンさんのこういった資料も全部岡山大学で見ていただいてますか。はい、中村町長。先ほどの議員の趣旨につきましては、お課題 の, けんあのどう言いましょうか、検査は不要ではないかというご質問のが趣旨だろうというふうに思っております。ご承知のとおり、今までの経過もありますので、そういったところは県と協議しながら検討していきたいというふうに思います。1番、大西保議員。はい、もういろいろまたあるんですが、次の質問もあるので、最後で、この件の最後で、実際にですね、水田の代表の方、そして下流域、小原川の下流域の方が、もう協定書ができても同意しないという思いを今、強く持っておられます。今まで8年間、町長もですね、副町長時代からいろいろされましたが、まあ、はっきりと今回の件、いろんなことを総合的に見てですね、何回も8年間話をしてきました、もう20回の意見交換会。もう協定は結ばないと言っておられますが、町長は今後どうしようとされてるんですか。それの思いを、極端なこと言ったら、操業停止でもやっていただかないとですね、本当にやれないよと、その熱意が今のいろんなですね、担当課長の言葉を聞いてもですね、もう県にお任せ、ような感じなんです。町長、強い思いをちょっと言っていただきたいんですが、その代表の方に対して、町はどういう思いを持っているのか、町長自身はいつまでにどうやろうとされているのか、お願いいたします。中村町長。基本的にはですね、今まで私が述べてきた考え方に変わりはありません。ですから、基本的にはですね、きちんとした水質を放流していただくというのが第一義だというふうに思っております。以上です。1番、大西保議員。いや、その下流域の方に対して、下流域の方はもう協定が出ても、結ばないと言っておられるんですよ。それに対してどうするんですか。中村町長。はい。基本的にはですね、まず協定を結ぶことだというふうに私自身は思っています。その中で、当然、協定書の今従来の形は、地元も参画していただいている協定書であります。ですから、基本的にはそこを目指すように頑張りたいと思っています。1番、大西保議員。はい、ぶり返すようですけれども、この件、一連のペーハ 4.0 とかいうのは、社長に、上原社長に、長官は何か話されましたか。中村町長。はい、結果につきましての情報は提供しているというふうに確認し取っております。1番、大西保議員。はい、実際に作業者には申し訳ないんですけれども、実際知らず作業されてるわけですよ。僕は県から聞いた話では、その業種だか詳しく知りませんけれども、従来は8500頭で これほど入れてたと、ところが今、どんと減ってしまってたと、それを同じ量入れてたというようなことを聞いております。そういった、それは農場長からのヒアリングですよ。そして、pH検査もしてない。なのに担当課長は8月3日は何にも問題なかったですよと、要するにどういうことかと言いますと、なんだ無管理状態ことを言いたいんですよ。もうここまで言ってもう終わります。もうこれはね、何か入ってもいけないんで、それをですね、よくもう少しですね、真剣に言うと申し訳ないけど、専門でなかった私でも勉強したらですね、いろいろ情報を取れるんですよ。町民のために、住民のためにですね、頑張っていただきたいんです。それだけ言って、一旦終わります。早く、結論を出すようにお願いいたします。では次に、バイオ発電につきまして言いますと、まずですね、金融立地のですね、条例からいきますと、申請書というのはあると思うんですが、それは出ておるんでしょうか。バイオマスです。
中村町長。はい、すみません、申請書の届けの関係ですが、担当の課長から述べさせます。坂本農林課長。はい、企業立地の申請の方はまだ出ておりません。1番、大西保次議員。はい、町長の答弁ではですね、1年ぐらい遅れるということで、収支のですね、安定化、需要計画の見直しですけれども、収支だけの問題ですか、それから工程ですかね、本当に1年後にはできるんですか、ずる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 だけ、本当にできるのか、どうなんですか。中村町長。基本的にはですね、一部変更というか、設備の変更も含めて、それがしないといけない状況が新たに生まれたということでありまして、それを受けて、今、準備中だという、新たな申請に対しての準備中だというふうに聞いております。ですから、それによって、どう言いましょうか、事業中止だとか、そういった考え方はないということでお聞きしておりますので、そういう意味では、ただ後期的には1年延びるということでないと、実施ができないということでお聞きしております。1番、大西保次議員。広報の見直しと言われましたけど、一部ね、それから収支と2つあると思うんですが、広報の見直し、今からやってどうなんですか。日本国内では初めてと、2番目に島根県ということですが、島根県はもう全くまだその話は、島根県の別ですけども、逆にあちらを先にやっていただいた方がいいんじゃないですか。中村町長。はい、どっちが先ということではなくてですね、うちの場合はそういうことが必要になってきたということでありますので、報告しておきます。1番、大西保次議員。はい、去年の7月、8月から自治会からですね、議会からですね、何回となく説明も、こういう資料も何回もし、なおかつ設備もですね、ビデオで見させていただいて、ここまで確立してるんかと、でこれは稼働してるのはシンガポールで稼働してるということを聞いております、そしてこれの開発したのは三菱重工業の関連と聞いておりますので、相当前からやってたと思うんですね、開発を。だからもう1年、本当に1年だったら、それ、どうですかね、ここで1年とは言いませんが、ただお願いしたいのは、自治会に対して、昨年から今年の1月もですね、各自治会、また4月のこの件で話をされてるみたいですが、自治会には何ら報告されてるんでしょうか。中村町長。はい、現時点では地元にはですね、遅れることに対しての報告しておりませんが、ただ改めて変更事項というところがどういう形でこれからしますということを改めて説明する必要性はあるというふうに思っておりますので、合わせてその辺はきちんとした地元説明はしていきたいというふうに思います。1番、大西保次議員。はい、3自治会がですね、夜集まり、自治会内でもいろんな県県学学協定書の中にもいろんなことで話をされたと思うんですよ。なのにやるときはいろいろこう会合したのに、途中経過で途中ずれていくについて、自治会長ぐらいにですね、1年ぐらい遅れるわぐらいはほうれん草として言うべきじゃないですか。どうですか、町長。はい、中村町長。はい、ご指摘のとおりだろうというふうに思っております。ちょっと前はおかしいですが、その辺の内容的なところの整理もする必要性があったということもありまして、現時点ではおっしゃるとおり、私の説明のとおり、1年遅れしますので、改めてその報告はさせていただきたいというふうに思います。1番、大西保次議員。はい、途中経過でもいいんで、その文書をきれいに作ってじゃないんですよ、本当にね、自治会長も変わるかも分かるよ、新月になったら、いろいろあるので、その辺はですね、本当に、町は本当に不親切と思います、
報告ないということは順調にいってるのかなと思うわけです。町長も、まあ、一週月曜日にで町議課長クラスと話するわけでしょ。問題なかったら報告しなくてもいい、問題あっても報告しないんですよ。と同じなんですよ。ほうれん草、いつも言いますけども、自治会との信頼感、今度これ出てきたら、また区長さん、いろいろ変わったら、協定、また変更制度出ますよ。今のセンタルじゃないですけども、早急にですね、自治会長だけでもですね、自治会長すぐにですね、自治会に対して回覧回しますんで、ぜひともいつまでにされるか、ちょっとここで回答ください。中村町長。はい、今日の話でありますので、今夜というか、今日中あたり、あるいは明日あたりには説明させていただきたいと思います。はい、1番、大西保次議員。はい、残り時間がもう7分になってしまいましたので、次の J クレジットに行きます。J クレジットですね、ホームページに大変分かりやすくですね、この表はこれ、ホームページから印刷させていただいたんですけれども、これ、最初からですね、今現時点の J クレジットのグラフが、本当に目で見る管理、私はこれについてはですね、100点満点上げたいなと思っております。いろんな部署もあると思いますが、この分かりやすい表、やっぱり町外に対してアピールするんですから、お願いしたいんですが、まずですね、合議員さんの名前言ってもいけませんけど、本当にですね、農議さん、合議員さん自身は、J クレジットで県内で5000トン売っておられます。まあ、そのうちの半分ぐらいは日南町かなと、2000とか、詳しく知ってませんが、まあ、それはいいんです、本当にですね、こういう J クレジットをやってる。で、今後ですね、今、残り2100トンですけども、それをどうされる、保有量をどう増やしていこうとされたんですか、昨年も聞きました、今現時点の計画、思いをもう一度お願いしたいんですか。中村町長。はい、先ほど答弁の方にも報告させていただいておりますけれども、まあ、基本的には今、町内でいきますと、他の事業所が保有しているところもあります。というところはありますけれども、まあ、そういったところの売買も視野に入れながら、かつ一方では、新規取得っていうことも今、検討中でありまして、ただ、情報によりますと、取得にかかる経費っていうところが、前回よりも少し大きくなってるっていうこともありますので、まあ、そういったところも概算で出しながら、検討を進めていきたいというふうに思っております。合わせて、まあ、現時点での考え方ではありますが、まあ、当初から町有林を対象としたものでありましたので、そういったところが基軸になるのかなというふうには思っております。1番、大西保次議員。はい、町有林で、なおかつ、海抜地ですね、海抜地ですよね、面積は。海抜地。すべての CO の、FS のヘクタルじゃなくて、で海抜地は、FS 認証は、町は2600ヘクタル持っておられます。で、CO2 取得されたのは302ヘクタルですが、海抜地なんで、あと今、現時点で海抜地はどれぐらいあるんですか。海抜地。はい、中村町長。ご承知のとおり、当初の段階ではですね、302ヘクタールを対象面積として取得しております。町有林の中 の対象の面積としております。まあ、残りが 約ですけれども、2000ヘクタールありますので、まあ、そういったところ の海抜でなくて、干抜を中心とした形の中で整理ができるかどうかを今これからどう言いましょうか、加速していきたいというふうにも検討を加速していきたいというふうに思っております。1番、大西保次議員。予測ではですね、来年度年度末ではもうほとんどこの状況でいくと、グラフでパッと見るとですね、なくなると思うんですね。そういう見通しでしょうか。まず中村町長。はい、ご指摘のとおりで、このまま順調にいけば、そういう数字になるという、来年度、
待つにはという状況になる数字だろうというふうに思っております。ですから、新規の分がどういう形の中でスケジュール感が作れるかということも合わせまして、状況に応じてはですね、先ほど言いましたようには、他の事業所から、町内の他の事業所からのというところも視野に入れて検討していきたいというふうに思っています。1番、大西保議員。はい、他の企業、一社しかないですが、町には J クレジット基金がございます。これは町の J クレジットですね。その場合、他の企業の場合が J クレジット基金に入るかどうかも検討しないと思うんですが、いかがでしょうか。中村町長。基金につきましては、現在、契約させていただいた部分の中で、目的が基本的には決まっています。いわゆる侵食をしたりとかっていうことの気持ちがありますので、目的がありますので、ですから、例えばの話ですが、他の企業との売買って話ができるかどうかっていうところが基準になるだろうというふうに思ってますので、それを基金から作る利用財源を活用するって話ではなくて、単独の話に、財源的な話になると、そういう形になるのかなというふうには思ってます。1番、大西保議員。はい、そこでちょっと私、2点提案したいんですが、1点目はですね、今道の駅が CO2 日本初の、もうどこともそんなことしないから日本初なんですが、年間約180トンぐらいで、今までの累積843トン、そして今年、昨年度末ぐらいやっぱり150トンか180トンになるともう1000トンになるんですね。で、今までの販売の 25% が無償で寄付してるわけです。もう初期の目的は達成したので、もう道の駅の CO2 ゼロ排出でですね、200トン近く、160万のもう寄付はやめたらいかがでしょうか。中村町長。はい、現時点ではその視野は今入ってなかったので、ご提案をいただいたということで、今後の検討材料とさせていただきたいと思います。1番、大西保議員。はい、同じく CO2 関連で、道の駅が当初できるときからですね、1品1円と話になりましたが、これも大体、今もコロナで変動ありますけれども、約20トン、15、6万も出てますが、この辺のですね、当初の対象と、例えば道の駅は東電です、直売所、レストラン。それ以外はどこからもらっておるんでしょう。中村町長。今いただいておりますのが、ご指摘のとおり直売所とレストランがありますし、またイベントとの時の施設利用料とした形と合わせてトマト加工さんの方からいただいております。以上です。1番、大西保議員。はい、そこでですね、建設当時からそこ道の駅の1円につきましては外というんですか、プラス1円でしたが、レストランではもう中に入ってしまっている、トマト加工もプラス1円じゃなくて中に入ってしまっている、もう手間暇考えて、考えたらですね、もうその1円はやめたらどうでしょうか。中村町長。はい、さまざまな考え方があるというふうには思っておりますが、やっぱり道の駅としてのやっぱりどういうか、そういった1円という少額ではありますけど、積み重ねというところが大事な考え方だろうというふうに思っておりますので、ご指摘いただいたとして、ご意見はいただきましたけれども、合わせて検討はしてみたいと思いますが、基本的に私個人的には継続したいというふうに現時点では思っております。1番、大西保議員。はい、そうしましたら1円についてはですね、継続するということですが、毎月ですね、いただいたお金、これを表にして計示されてますね。どこに計示されてますか。
中村町長。一つはですね、どう言いましょうか、入り口のレストラン側の入り口にあったというふうに私は、掌握しております。一つはですね、はい、以上です。1番大西保議員。一つはということなんで、そしたらあと何個あるんですか。中村町長。ちょっと今頭になかったですけれども、左側の入り口のところにも風情のところにもあったというふうに理解しております。1番大西保議員。いや、2箇所ですね、あったと思ういうで、町長自身がですね、その程度の認識なんですね。で、今レストランの入り口、確かにそうです。ところがそれの本当に高さ横見られましたか。中村町長。特に右側の方はですね、見にくいところかなというふうに私も思っていますが、ただ、レストラン側の内側からするとよく見えるかなというふうに思っております。1番大西保議員。いや、あれは見にくいですよ、探さないと。なおかつお子さんの目線の位置なんですよ、これぐらいの高さですよ。以前はこちらの私の目で見るところに貼ってあったんですよ。担当者によっては変わってしまったんですよ。何が言いたいか言いますと、もう熱意がなくなってきたんですよ。もう お互いが手間でしょ、1円1円言ってますけども、この動力もう目的も十分達成してるんで、検討していただきたいんですが、再度言います、もう効率を上げて本当のですね、環境活動、CO2 を排出ゼロである、実質排出ゼロ、寄付ばっかりするんじゃなしに、そんなこと言ってたら、庁舎も排出ゼロですよ、J クレジットで全部無償になりますよ、ゼロになりますよ。いや、本当のですね、排出ゼロ、SDGs のマジです、マジなんで、ごまかしのですね、クレジット、それをやめたらどうでしょうか、再度聞きます。中村町長。確かにですね、手間とか、そういう事務的な効率性を上げる必要性はあるのっていう観点はあるというふうに思っています。一方で、やっぱり1円かもしれませんけど、やっぱり消費者目線からいきますと、それなりの効果があるっていうか、PR っていうことも必要だろうというふうに思っています。ですから、そういった意味も含めて、継続すべきだろうというふうに私自身は思っていますので、ご意見として、受けたまりたいというふうに思っています。1番大西保議員。継続するならば、もっとですね、大きく1円皆さんいただいてますと、1品1円、これを環境活動してますよと、もっとアピールしないと、本当に今日でも昼でも明日でもいいですけども、見にくい位置ですよ。ですから、本当にですね、掲示するなら、身のある町長自らが、たまに見てですね、もう担当課長ではダメなんで、町長トップからですね、動いていただいて、厳しく指導していただきたいんですが、どうでしょうか。中村町長。はい、どう言いましょうか、多くの皆さんが、職員も含めて、議員の皆さんも含めてですね、やっぱりそういう、どう言いましょうか、分かった段階で、情報を提供していただいて、全体で道の駅なり、あるいは環境活動に対しての考え方を広げていくということが大事だろうというふうに思っていますので、ぜひともまたご指摘いただく内容がありましたら、ご相談いただければと思います。1番、大西保議員。以上で一般質問終わります。ありがとうございました。以上で大西保議員の一般質問を終わります。